2020年の東京オリンピックを見据え、都内にある9つの蔵元が協力して新しい地酒を完成させました。純米吟醸でフルーティーな味わいが特徴で、東京の地酒を世界に広めたい考えです。はい、じゃあこちらになります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。府中市にある野口酒造店には新しい地酒を求めて朝から続々と人が訪れました。1500本しかないからぜひとも買いたいと、そう思って。すっきりめの、味わいのものが結構多いかなっていう印象があるんで、ちょっとそんな感じなんだろうなっていうちょっと期待を感じています。はい、今日発売されたのは東京の新しい地酒、その名も東京名城クラブです。こちら東京とローマ字で書かれていて、外国人を意識しているほか、この紐を束ねたデザインは酒蔵の結束を表しているということです。東京名城クラブは青梅市の沢の井や福生市の玉自慢など9つの蔵元が協力して作成した新しいお酒です。新潟の酒米500万石を使った純米吟醸で、協力した蔵元も納得の出来栄えのようです。やっぱ米のすごく旨味がこうかなり入ってますね。まあ、やや辛口のマイルドのタイプかなと思います。大変美味しい酒だと思います。東京都酒造組合では1993年にも東京名城クラブを発売しましたが、当時はそれぞれの吟醸酒をブレンドしただけだったのに対し、今回は杜氏が集まり米や酵母選びなどから始めたということです。小さな蔵が多い東京っていうのは消費地としては大きいところではあるんですが、まあ、出荷量が思ったように伸びなかったりだとか、東京の酒造りっていうことを感じていただいて認識していただければ、まあ、一番いいのかなと思ってます。価格は2000円で1500本の限定発売です。現在は野口酒造店など都内の一部の酒店で買えるほか、年明けからはインターネットでの通信販売も開始するということです。